次期空母建造計画があるのか、ないのか。そんな中、伊豆、元加賀の F-35B 艦載計画が進行中。今回は、この空母化魔改造計画を詳しく見ていきます。日本政府も、次の段階を検討早急に取り組む必要が出てきています。ドローン戦略ですね。世界は無人機にシフトだよ。2022年12月23日に日本政府は2023年度の防衛予算案を閣議にて決定。その額はおよそ6兆8219億円という過去最大を記録し、前年の2022年度との対比でも 26% 以上の増額となったことは大きく報じられた。今後、この2023年度から2027年度までの5年間での累計での防衛予算も、現状では、およそ43兆円に達することが確実視されており、現在の岸田内閣が掲げた政治公約たる、抜本的な防衛力の強化を反映させた形となっている。今回、大幅な増額となった2023年度の防衛予算の使途としては、防衛装備品の維持や整備に、およそ2兆円強、弾薬の備蓄に、およそ8200億円強、関連施設の整備に、およそ5000億円強が割り当てられている点が、比重としては大きい。また、これらに加えて、新たな防衛装備品の研究開発費におよそ9000億円弱が、さらに、自衛隊の人員への勤務上の環境整備にも、およそ2700億円弱が計上されるなど、従来比で、前者は3倍、後者も 2.5 倍増ほどが盛り込まれている。こうした2023年度分の防衛費の増額は、多岐にわたって、重点項目への分配が目指されている形だが、最も金額的に大きい防衛装備品の維持や、整備のおよそ2兆円強の中には、海上自衛隊の伊豆も、片護衛艦の航空母艦化改修の費用も含まれている。伊豆も、片護衛艦の航空母艦化改修とは、当初ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH として建造された同艦に対し、固定翼機の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするための工事のことであり、すでに、2020年度の防衛予算から、着手されている。伊豆も、片護衛艦は、建造時から、各種の回転翼機を、最大で14機関内に収容する能力を備え、全通式の飛行甲板上からは、最大で5機が同時に離れ着艦が可能な海上自衛隊で最大の規模を持つ艦艇であり、収益時より海外ではヘリ空母と見さされてきた。この伊豆も片護衛艦に航空母艦化改修を施すことによって、短距離離陸、垂直着陸が可能な固定翼機の F-35 ライトニング 2B 型の運用能力を付与しようというのが、航空母艦化改修のあらましであり、現在進行形で実施中だ。伊豆も、片護衛艦の航空母艦化改修は、2018年末に、当時の防衛計画の大綱、現在は、2022年末より国家防衛戦略へと名称変更済みによって確定され、具体的な仕様は、それに基づく中期防衛力整備計画、現、防衛力整備計画で定められた。この2018年末の防衛計画の大綱や、中期防衛力整備計画の閣議決定によって、伊豆も、片護衛艦の航空母艦化改修は、正式に認められたわけだが、2013年4月には、すでに、一部の大手のマスメディアが、その方向性を報じたこともあった。しかし、2013年時点での日本政府は、その報道を否定する姿勢を貫き、ある種軍事的な合理性という観点から見れば理にかなった、この運用案も、具体的な政治的な取り決めをなしに認めるわけにはいかなかったことが忍ばれる。
そもそも、2013年4月といえば建造中であった出雲、片護衛艦の一番艦である、出雲、が、ようやく、その4ヶ月後に、進水を迎えた年であり、二番艦の、加賀、に至っては、同年10月の寄港で、存在すらしていない段階だった。このあたりの当時の状況を鑑みると、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修という決断は、政治的にも、大きなインパクトを持つ、内容であったことは明白であり、専守防衛を旨とする自衛隊の理念と、どう折り合いをつけるのかが模索された時期だと感じられる。出雲、片護衛艦の航空母艦化改修は、まず、在日アメリカ軍の海兵隊が、運用中の F-35 ライトニング 2B 型を、南西諸島等の離島の防衛に向けた対策の一環として、同機を離れ着艦させて、補給等を行えることを目的とすることが掲げられた。ついで、前述した2018年末の防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画の閣議決定によって、日本も自ら42機の F-35 ライトニング 2B 型を調達することが明かされ、南西諸島等の離島の防衛に必要な戦力との認識が示される。こうして出雲、片護衛艦の航空母艦化改修は、閣議決定を経た確定事項として歩み出し、防衛予算上では、2020年度におよそ31億円、2021年度におよそ203億円、2022年度におよそ61億円、そして、2023年度におよそ52億円が計上されるに至った。これら2021年度から、2023年度の4年間にわたる出雲、片護衛艦の航空母艦化改修に計上された防衛予算の総額は、およそ347億円に達しており、一隻あたりだと、およそ173億円強となっているが、2024年度以降も積算されることが見込まれている。これまでの2020年度分から、2023年度分までの防衛予算を受けて出雲、片護衛艦の航空母艦化改修は実施されているが、ちなみに、建造費自体は、出雲、がおよそ1139億円、加賀、がおよそ1155億円となっており、艦隊の規模に比すれば、安価な気がしないでもない。海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、一番艦、マヤが、2020年3月、二番艦、ハグロが2021年3月に収益を迎えているが、その建造費は一隻あたりおよそ1700億円を超過しており、いかにイージスシステムが高額かが伺える。ちなみに、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦2隻。マヤ型イージス護衛艦2隻とも、その建造はジャパンマリンユナイテッド社が請け負っており、このところの海上自衛隊の大型艦は、同社が担当することが標準となりつつあるようにも見える。さて、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修の内容だが、2023年時点では、出雲、が、1回目の工事を終えており、加賀、が、昨年2022年から、今まさに実施中で、双方、共に2段階に分けて実施される。1段階目の内容として、出雲、加賀、共に実施されたものは、F-35 ライトニング 2B 型の着艦時に、その排気熱に対応する、後部の2つのスポット周辺への耐熱加工と、発艦用の表示線の追加が挙げられる。これに加えて、加賀、では、出雲、に先んじて、飛行甲板の艦首部分の拡幅工事が行われており、上部から見た場合に台形状だったものが、真四角に変更されており、F-35 ライトニング 2B 型の発艦補助と、補火機の駐機スペースの確保が行われている。アメリカ海兵隊では、F-35 ライトニング 2B 型の採用以前より、短距離離陸、垂直着陸という同様の機能を備える AV-8B ハリアーアイアイを
強襲揚陸艦で運用し、今も一部で2026年までは並行しての運用が続けられている。しかし、F-35 ライトニング 2B 型の着陸時に飛行甲板に向けて噴射させる排気煙の温度は、この AV-8B ハリアー II よりも1000度近くも高いとされており、前者の運用を行うにあたっては、特殊な耐熱塗料を新たに施す対策が行われている。一度目の航空母艦化改修を終えた、出雲では、2021年10月に、在日アメリカ軍の海兵隊に所属する F-35 ライトニング 2B 型を用いた発着艦テストが行われ、無事に成功を収めているが、今後は、着艦用の誘導システムも導入される。これは、アメリカ海軍の強襲揚陸艦にも、2018年以降に、導入が始まったもので、同軍とレイセオンテクノロジー社が、共同開発を行った、全天候型のズポールス、ジョイントプレシジョンアプローチ&ランディングシステムである。このズポールスと呼称されている着艦誘導システムは、GPS 通信と電波の UHF を用いた仕組みで、アメリカ軍では、F-35 ライトニングには、元より、航空母艦の艦載機の FA-18 スーパーホーネットや MV-22 オスプレイ等の全天候下での着艦を支援するものだ。これを搭載することによって、出雲、片護衛艦は、より安全に、悪天候時でも、F-35 ライトニング 2B 型の運用を行うことが可能となり、貴重な機体、及び、搭乗者の保護を、確実なものと、することが期待されている。